ガールフレンドとかの話を聞く、の話を聞かずに、そのボルモットばっかり可愛がっている主人公がその理想的な美少女に出会って惹かれていくという、まあ、よくあるそのマンネリを感じているその男性視点のお話です。技法はその羊毛フェルトで の, そのコマ撮りアニメーションを表現して、まあ、今回ちょっと人形の頭を持ってきました。この人形はその中が発泡スチロールでできていて、でその上から羊毛フェルトを刺しているのですが、一応こちらでその虫ピンで口を留めていて、羊毛フェルト の, その柔らかくて固定しやすい素材を貸して、人形の顔の表情、細かい表情とか、まあ、驚いた顔とか怒った顔とかをまあ虫ピンで固定して、後からフォトショップで消すという作業で表現してきました。あと撮影に関してはそのやはり先ほど話したようにその主人公視点の物語ということなので、その一人称視点、カメラワークも一緒に、そのカメラも一緒に動かして作品を制作していきました。作品を作ったきっかけについて、もともとはそのカートゥーンアニメーションとかでもよくあるそのキャラクターの顔の表情とかもともと好きというのがあって、今回その女性の怖い顔を作ってみたかったっていうのがきっかけで、でその物語、これはまあちょっと経験談とかではなく一から作ったフィクションなので、そのまあ怖い顔とかそういうのをキーワードに、その一からそのスケッチブックなのにそのいろんな物語に使えそうなキーワードを取り上げていって考えたりもしましたし、他にもそのページに行きます。あらかじめこういったなんかレストランとかそういった物語の舞台をあらかじめ考えた上で、この舞台の上でキャラクターがどのような動きを見せて物語が進んでいくかというところからも考えていきました。もともとそのアニメーションは不思議な動き、まあ、現実ではありえない動き、虚構が許されるものだと思っていて、しかしそのコマ撮りを作る際にはそういった人形とかやはり骨格とかあるので、体の動きとか顔の表情にもやはり限界があると感じました。そこでその立体アニメーションだけではなく、より自由度の高いそういう平面アニメーションの要素も取り入れることができないかと思って、今回取り組んでそのコマ撮りアニメーションを軸に平面アニメーションなどいろんな手法を使って表現しました。人形の顔の表情とかをやはり見ていただけると嬉しいですし、他にもそういうフェルトで作った食べ物やお花とか、紙で作ったテーブルやタイル、トイレのタイルとか、全てその手作りにこだわったので、そういったそういう手作り感も楽しんでいただけたらなと思います。この作品はまあ先ほど申したようにカメラも一緒に動く作品なので、その観客様方にはその主人公になった気分で、ちょっとした簡単なアトラクション気分で楽しんでいただけたら嬉しいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。